アヒルちゃん、ちょっと泣いて、ゴワゴワって。ありがとう。仲良ししよう。仲良しだよ。うん、最高。え、こっちおいで。はい、おいで。はい、ご飯だよ。おいで。おいで。あんまりこう撫でちゃうと、うん、なんだっけ、発情を促しちゃうもんで、へぇー、自分が縮まっちゃうらしいんですよ、2人。あ、刺激でね。そう、だからあんまり撫でない方がいいよって言われてるんだけど、やっぱね、来るとね、うん、無限にするわけにもいかないからね。さくらは触らせてくんないけど、お前だけだもんね。でこうやってこの子を可愛がってるとね、あの子は大体離れたとこから冷めた目で見てね、ギャ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 って嫉妬するね。お前も来ればいいじゃん、サンプラ。サンプラおいで、サンプラおいで。気を向いた時しかあまりない、うん、バイバイ。バイバイね、アヒルちゃん。バイバイ。